小松イコールねじめ家歴代墓所にある小松金の墓小松金は江戸時代末期から明治にかけての女性。薩摩藩家老、小松清廉の妻。吉と死亡領主で、価格一所持の同藩子、小松清木の四女。名は千賀とも言う。文政十一年、薩摩藩子小松清木の四女として誕生。母は、島津久志王子の長女。安政二年。 小松家当主である実刑、清志優が死去したため、安政3年1月に、肝月健全の三男である、正五郎が、清志優の後目養子となって、家督を相続同月に、金は、宮野原道鉄の養女となった上で、清錬の妻となった。なお、清錬より年上であったとされる。安政3年4月に当時としては、非常に珍しく新婚旅行をし、 霧島市秀行美温泉に2週間滞在した記録がある。これには金の父も当時のため同行していた。なお、日本初の新婚旅行を行ったとされる坂本龍馬が実際に旅行に出かけたのは慶応2年であり小松夫妻の方が早く新婚旅行を行っていたことになる。慶応2年1月15日に藩主島津茂久の命により精錬が 金の姉の子で、老い、町田久成の実弟の町田新四郎未守を、養子としたので、養母となり、未守は、小松清志州と改名した。しかし、清廉には、女かけがおり、慶応元年に妾、古都との間に、諸子、清志家が生まれている。明治3年に清廉が、大阪で死去。その遺言により、清廉廃領の千国のうち八百国は、諸子の進捗に与えられ、 金は、清氏鹿を引き取って養育した。また、金自身は百国を一台限りで受け取り、残りの百国は、養子の小松清史が受け取ることになった。養子の小松清史は、同年10月に一旦家督相続するもの,の、明治5年9月25日に家督を新直に譲った。これにより、金は公式に新直の母となり、 昭和新州家族家系体制などでは金を日吉寺家の実母としている。また金は明治7年に26歳で死去したことの墓を精錬の眠る鹿児島の小松家歴代墓所内に作った。明治17年に鹿児島にて死去。去年56。墓地は鹿児島県日吉市日吉署の南1キロの総家、小松イコールねじめ家歴代墓所の夫の墓の横。ありがとうございます。